飛ばすなんて無理だよ。無理じゃないよ。もう一回。空気のスプレー、シュシュシュのシュ。どうだいギギちゃん、俺様たちにかかればヒッキーのヘナチョコロケットもあの通り。何言ってるの。ヒッキーの夢は宇宙まで飛ばすことよ。宇宙か。野郎ども研究するぜ。えい親分。宇宙ね。頑張らないと先を越されちゃうわよ。うん、でもあんなに高く飛ばせるなんてウソップすごいな。見て、お月様の向こう側。うん、こうして見ると星にしか見えませんね。もっとよく観察してみましょう。表面は月面みたいですね。月？ん？これは、どうした？何が見えた？見せて。これはどこかで見たような。どうしてあの星に校舎と同じ顔があるんだろう。なんとそれは本当か。校長先生、あの顔は不思議を意味するマークでしょ。その通り。つまりあの謎の星も不思議ということじゃ。おそらく宇宙のどこかで生まれた不思議じゃろう。すごいもん、宇宙にもホラースクールがあるんだもん。僕たちの学校見学に来たのかな。皆さん大変です。あの星は膨らんでいます。このままだと爆発すると思われます。私が不思議星と名付けたこの謎の星は爆発して太陽に変わってしまうと思われます。そうなると地球を照らす太陽が2つになってしまうのです。つまり必ずどちらかの太陽が出てしまうことになります。夜がなくなっちゃう。私たち出てなくなっちゃう。みんなにも会えなくなっちゃう。サラマン先生、僕たちどうなっちゃうの。うん、わかりません。面白い。みんなおしまいか。ドッキー、サラマン先生、相手も不思議なら話し合って爆発を止めてもらえないんですか。不思議星には私たちの言葉が通じないようです。皆さんに校長先生からお話があります。ミッドナイトホラースクールの皆さん、校長です。私は夜がなくなる間学校を休みにすることに決めました。次に夜がやってくるのがいつになるのかは分かりません。しかし私たちの夜は必ず戻ってくるはずです。それまでは耐えるのです。夜が戻る日を信じて。みんな思いっきり楽しんで大会を誓おうぜ。あれ、じゃーん、スペシャルクッキーを作ったの。お休み中にお腹が空いたら食べてね。みんなにお守りを作ったマグ。僕のこと忘れないでマグ。あたいは種を配るね。みんな、爆発を止められるかもしれないよ。どうやって。プレゼントを見てて思いついたんだ。僕たちの言葉は分からなくても不思議は分かってもらえるんじゃないかな。不思議星だって不思議だよ。僕らの不思議を見れば仲間がいることを分かってくれるよ。皆さん、計算の結果、不思議星の爆発は本日の朝6時ちょうどだと分かりました。ということは今夜中になんとかしないと。みんな手を貸して。お願い。ヤムヤム、お前と力を合わせるのは初めてだな。うん、みんなもありがとう。それで作戦は。うん、不思議を打ち上げるんだ。さあ
星へ向かって打ち上げられます。あのカプセルの中に入っているのはキッキーの絵、マグネロのフィギュアをはじめ生徒たち全員の不思議グッズです。果たしてこの学校で生まれた不思議が不思議星に分かってもらえるでしょうか。今は祈るのみです。爆発まであと3分だギア。エント、ヤムヤム、準備はいい？うん。ましたね。
やれやれ、やっぱり卒業はまだまだ先のようですね。今夜の不思議は生徒たち全員じゃ、全員集合。我が校始まって以来のピンチをよく切り抜けた。みんなすごいぞ。そんなに卒業したいのかな。みんな離れ離れじゃぞ。こんなのやだ。不思議作りはまだまだこれからじゃ。みんな僕たち